はい、皆さんこんにちは、めたまです。さあ、めちゃくちゃ久しぶりなこの価格なんですが、だいぶ変わりました。様変わりしました。っていうのはですね、私ちょっと一人暮らしを始めまして、とりあえずね、ちょっとここら辺を、評定チックに、ヘニプリオタクチックに、ちょっと作り上げてる途中です。というわけで、久しぶりのグッズ開封になります。はい、じん、こちら、新テニスの王子様、お着替えぬいぐるみミニの正額球体セットを購入しました。わー、買っちゃったよ。9人全員のやつ。お着替えぬいぐるみ、通称おきぬいっていうのは、大きい子はね、こう多分みんなちょこちょこカバンに入れたりとかしてるので見たことあると思うんですけど、今回こちらをね、10センチバージョンのお着替えぬいぐるみっていうのが出たんですね。待望じゃないですか。意外とね、10センチ縫いなかったんですよ、手に取りに。そうで、今回この球体セットを買った理由なんですけど、球体のこのセットで買うと、見えるかな、球体セットを購入特典として特製ぬいぐるみスタンドが9個ついてきます。だからね、単品で買ってもこの特製ぬいぐるみスタンドはついてこないんですよ。さあ、というわけでちょっと1体ずつ開けていきましょう。りょうまくんから開けていきます。大丈夫、暗くない？このライティング。はい、ではこちらりょうまくんです。めっちゃかわいい。ちっちゃい。このさ足のさニューって感じが、今まで持ってた大きいおきぬいと同じフォルムをしているので、なんかちょっと親近感というか、あー、知ってる、また下だみたいな。でこれがね、あっ、お胞子がなんと外れます。かわいすぎる。見て、このさ、前髪がこのへたれてる感じ。まさに試合中に帽子が取れたりょうまくん感がありませんか？これ帽子取れるのめちゃくちゃ嬉しいと思います。やっぱね、お着替えっていうからには帽子が取れてくれないと、いろんなハットをかぶしてあげたい。はい、でこのおきぬいミニちゃんと一緒にこちらのユニフォームがついています。めちゃくちゃチーコ正額レギュラージャージなんですけど、それをこのちょっとりょうまくんに着せていこうと思います。レギュラージャージ、これ着るのむずすぎる。ちょっと腕がさ、ふにゃんふにゃんなのとさ、この重心がさ頭に寄ってるからさ、バランスが取れないのよね。あ、これもう本当にちょっと、縫いのさ、この持ち主のことをさ、みんな縫いママと言いますけど、その気持ちがなんか分かりますね。ちょっと母性、なんか推し活に母性持ち込む是非はさ、あると思うんですけどさ、こりゃ他にこう表す適切な言葉がさ、ママより短い言葉でないですね。推し活母性問題っていうのはちょっとあんまり触れないようにしておきますが、触れざるを得ぬ状況ですね、こちら。あ、ごめんね、顔も持っちゃいがちなんだよね。後ろのこのさビリビリさえさ、こう合ってしまえば、あとはさムニムニでどうにかいけるんですけど、縫いっていうのはね、結構ねムニムニでご利用せるんですわな。さあ、切れましたわ。はい、というわけでりょうまくんお着替え完了しました。正額レギュラージャージを着るとこんな感じになりますね。裏ちゃんとこの正額のロゴがねプリントされてて、細かさを感じます。さあ、それでちょっとスタンドにね立たせてみましょう。はあ待って、これすごいやばいんだけど、みんな見える？これスタンドにさ、こっちはさ手塚くんのお顔でさ、こっちはさ藤くんのお顔でさ、スタンドごとにさ顔ついてる専用のスタンドがあるんだ。りょうまくんのスタンドはどこだい？お顔ついてるスタンドってやばいな。あ、あった、りょうまくんのスタンドになります。こちら、りょうまくんのクリアスタンドになります。さあ、立たせていこう。あ、そうだ、これユニフォームを着ないと立たせられないんだ。差し込むことができないから。はーい、こちらスタンドを立たせることができました。すごいなんか前のめりなんだよね、手塚くん。はい、それでは他のメンバーにもユニフォームを着せておきます。すごいギチギチでした。このお気縫いミニーちゃんね、全長10センチということもあって、世の中にね、たくさん出回っている10センチ縫いのお洋服が着れるんじゃないかなと思います。多分ね、合わないとしたら手と足の長さだと思うんで、その辺ね、ちゃんとサイズ見て買った方がいいかなって感じです。あとね、靴も作ってる方いらしてるので、靴履かせたらまた可愛いよね。やっぱり立たせて写真撮るときはね、靴履いてた方がなんか成立してる、説得力ある感じがします。縫いは生きてるんやで。はぁ、めっちゃ疲れました。大石くんのスタンドが全くはまらなくて、前にね、倒れちゃうんだよね。倒れちゃうし、スタンドも取れちゃうので、ちょっとね、ディスプレイ怖いなということで、代替案っていうのをちょっと考えてまして、よいしょ、収納ケース、ホワイトの収納ケースをいただきました。これ私の予想というか希望では、この9人の定額のメンバーたちは入ると思うので、この収納ケースをちょっと組み立ててトライしていきたいと思います。こちらの収納ボックスなんですが、セブンズグッドという通販サイトさんからいただきました。クーポンコードももらったので概要欄に貼っておきます。他にもね、いろいろ安くて可愛い雑貨がたくさんありました。収納ケースゲットしたものの、私はぬいちゃんと一緒にお出かけをしたいタイプなので、結構ね、家出率高いと思います。ぬいちゃんじゃなくても、チーコアクスタとかチーコフィギュアとかを飾るのにはいいサイズなんじゃないかなって思います。あと、アイテムを固定する粘着テープも一緒についてました。ちょっとぎゅうぎゅうですね。はい、それでは収納まだまだ考えようがあるかなと思います。評定も実はいるので、評定の方もちょっと考えたいです。はい、それではここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。めざまでした。バイバイ。